です。今日はようこそいらっしゃいました。短い時間ではありますけれど、今日は私の経験なども含めてお話ししたいと思います。私と戦うというのか？罰ゲームがしたいか？十字ボタンで選んで B ボタンを押してね。クイーズは5つの扉の向こうにいる。そしてこの扉を開けるにはパスワードが必要だ。パスワードはクイーズの5人の部下が出す20問のクイズのうち16問以上正解しなくては手に入らない。まずは5人全員のクイズに挑戦することが先決だ。十字ボタンで選んで B ボタンを押してね。セーラームーン、大門クイーズは嘆きの沼にある5つの扉の奥にいる。嘆きの沼へ急げ。何よここ、こんなとこで戦うの？パスワードをどうぞ。ここでパスワードを入力するのね。クイーズは5つの扉の向こうにいる。そしてこの扉を開けるにはパスワードが必要だ。パスワードはクイーズの5人の部下が出す20問のクイズのうち16問以上正解しなくては手に入らない。まずは5人全員のクイズに挑戦することが先決だ。十字ボタンで選んで B ボタンを押してね。セーラームーン、大門クイーズは嘆きの沼にある5つの扉の奥にいる。嘆きの沼へ急げ。何よここ、こんなとこで戦うの？パスワードをどうぞ。ここでパスワードを入力するのね。パスワードをどうぞ。ああ、ここでパスワードを入力すればいいのね。パスワードをどうぞ。ここでパスワードを入力するのね。パスワードをどうぞ。ここでパスワードを入力するのね。パスワードをどうぞ。ここでパスワードを入力するんだな。最後の扉が開くわ。やったー！よーし、やっとこんなもんや。よくここまで来た。とりあえず褒めてやろう。新たな時代に誘われてセーラーウラヌス華麗に活躍。同じセーラーネプチューン優雅に活躍。ふん、大口を叩くのは私の出す20問のクイズに答えてからだ。クイーズ今までのように行くと思うなよ。1問目はこれだ。クイーズ、セーラーウラヌスに変身するのは誰？
セーラー戦士が一番最初に戦った大魔王は。間違い。セーラームーンのリボンはどれ。正解。ミチルさんがウサギちゃんの前で演奏した楽器は。正解。次はこの問題だ。ハーデナー、セーラームーンスーパーになって使ったロッドは何ハードムーンロッドという。間違い。タキシード仮面をガラスの中に閉じ込めてしまった大魔王は。マコちゃんが山で修行したとき、山ごもりしていたのは誰？間違い。わかるか、クイズ様の出す問題が。この必殺技の名前は、ディープ何？間違い。セーラーチビムーンの決め台詞は、何の月に変わってお仕置きよ。間違い。チビウサの初恋相手で天才芸術家の名前は。では知恵で勝たなければ力も効かぬわ。ダメだわ、20問全部答えないと攻撃しても効かないんだわ。残り10問は私たちで解く。セーラームーン、私たちが全部答え終わったら攻撃してくれ。任しといて、一発で決めるわ。そうよ、頭を使った勝負や弱いけどね。チビウサ、いつまでつべこべ言ってる。残り10問、次に答えて地獄へ行こう。無駄だ無駄だ、そうか解けるものか。セーラームーンスーパーになって登場した悪の組織は何。正解。はるかさんとみちるさん、それにデスバスターズも探していたものは何。間違い。この中でデスバスターズでないのは誰。はるかさんがいつも乗り回している乗り物は何。間違い。これで終わりと思うなよクイーズ。普段男子学生の制服を着ているのは誰。セーラーチビムーンの胸のリボンの色は何色。セーラーネプチューンの決め台詞はどれ。間違い。これは誰。正解。5人のセーラー戦士の合体技はセーラー何アタック。間違い。
問題で決着をつけてやる。スパイラルハートムーンロッドは誰と誰の愛から生まれた。間違い。今よセーラームーン。見事だセーラームーン。タキシード仮面様、知恵と力の鮮やかなコンビネーションプレー、まさにチームワークの勝利だな。知恵はもちろん私に任せて。一体どうなったんだ。伊崎先生の講演最高だったね。いろいろ参考になったわね。私も将来絵本作家になろうかな。無理よ。子供のウサギが子供に夢を与